アルベール・ロビダは、フランスのイラストレーター、版画家、風刺画家、ジャーナリスト、小説家。フランス北部のコンピエーニュで、差し物師の息子として生まれた。はじめ交渉人として働き始めるが、仕事よりも、風刺画に熱中する。この時期の修作が、偶然アレクサンドル・デュマラに注目され、1866年に18歳で、ジャーナル・アミューザンからデビュー。 その後も各紙にギガを寄稿した。1880年に編集者ジョルジュ・ドゥコーと共に、風刺専門の週刊新聞ラカリカチュアを創刊。以降12年の間編集長を務め、カラン・ダッシュ、ルイ・モラン、フェルディナン・バック、ジョブ、モーリス・ラディゲラの新人を世に送り出した。彼は旅行ガイドや、ビヨン、ラブレー・セルバンテス、ジョナサン・スウィフト、シェイクスピア、 オノレド・バルザックラ著名作家の小説や、千代人よ物語といった歴史的作品の挿絵を描いた。彼の人気は第一次大戦後には陰りを見せた。ヌイーシュルセーヌで没。ロビダは自らの挿絵を豊富に含んだ SF 的な作品群により、小説家としても著名である。 最初の成功作ボイジーズトレース・エクストラオ a o r d i ール』で、サトゥルナイン・ファーレンドルは、ベルヌのパロディ作品で、後に映画化もされた。レヴィンティム・シエクル、20世紀、ラゲール・ A.U. ビンティム・シエクル、レヴィンティム・シエクル、ラビ・エレクトリークという未来予測小説の三部作も、有名である。これらは彼を、もう一人のジュール・ベルヌと呼ばしめたが、 彼の作品はしばしばベルヌよりも奇抜であった。ベルヌとは違い、ロビダは、新発明を、あくまで未来の日常生活の一環として描き、マッドサイエンティスト絡みの冒険譚を書くことはなかった。彼はまた科学技術の進歩だけでなく、それによる社会の進歩についても予見している。例えば女性の社会的権利拡張、大衆の観光旅行、 環境汚染などが描かれた。また1869年のバンドでしね、ラゲール AU、ビンティムシエクル、コンパニアでジュジュビエでは、近代戦を予測し、早くも自立式誘導ミサイルや毒ガスを描いた。彼は、テレビないしテレビ電話のような発明、テレフォノスコープも作中に登場させている。壁にかかったディスプレイで、いつでも最新のニュースや劇、 また裁判や会議が見られる様子が作中で描写された。彼の著作は単に予見において優れているだけでなく、L、オーロジデでシエクルは、パラダイムの変更を迫るものでありフィリップ・ケー・ディックの長編小説、逆回りの世界のような作品の先触れである、との表もある。フランスの SF 評論家、ジャック・サドゥールは、時間逆転現象と、 社会変革を扱った本作をロビダの代表作だと評価している。ロビダの作品は日本には明治時代に紹介されているに刊行。数年内に数種の訳も出た。その後は大正、昭和と長らく翻訳が途絶えたが、2007年に絵で見るパリモードの歴史及びレビンティムシエクルの死に訳20世紀が相次いで刊行された。 1882年作品はソーティー・デ・ロペラ、ENL-12000。ありがとうございます。